厚森草は、ランカ厚森相続の多年草。花は3から4センチメートルほどの袋状で、赤紫色。茎の頂上に通常一毛、稀に逃げつける。全体の高さ30から50センチメートル。葉は3から5枚が互生する。冬は落葉する。北海道から本州に分布する。寒冷地を好み、北へ行くほど低山でも見られるようになる。草原、明るいソリンに生育する。 本種全体としては、ベラルーシ東部から温暖な東アジアに分布。和名は、袋状の神弁を持つ花の姿を、平ラ・アツの背負ったホロに見立てて付けられている。また、この命名は、熊谷直実の名をなぞらえた同族の熊谷層と、体を成している。栽培目的で乱獲されることが多い乱化の中でも、最も激しく乱獲、盗掘される種類である。そのため、 絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づき、1997年に特定国内気象野生動植物種に指定されるに至った。現在では環境大臣の許可を受けた場合などの例外を除き、最終等は原則禁止である。違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。ちなみに、 特定国内気象動植物種を栽培することは禁止されていない。販売、購入についても国内気象動植物種は原則上と禁止だが、特定国内気象動植物種の場合は、無菌波種などによって人工的に増殖された個体は、環境大臣及び農林水産大臣への届け出をしたものであれば、販売、販布等の合を行うことができる。また、 譲り受け等をする者は、届け出業者に、住所氏名を提示し、書類記録を提出してもらえば、譲り受け等をすることができる。近年まで、厚森草類の無菌波種は極めて困難とされていたが、培養に必要な特殊条件が解明され、現在は大量の苗を生産することが可能になっている。一部の業者は、園芸的に優れた個体同士の交配育種も進めており、今後は、 園芸植物としての発展が期待される。ただし、北方寒冷地の植物であるため、団地での栽培は、摂氏20度程度以上に気温が上昇しないよう栽培に適する温度を維持する必要があり極めて困難である。なお、人口増殖によって、標準個体の価値は相対的に下がり続けているにもかかわらず、国産厚森層の洞窟は続いている。草原の管理放棄による、 植生繊維などが加わり、自然状態では、存続が難しい個体数になってしまった、自生地も多い、野生個体群の存続についてはますます楽観できない状況になりつつある。日本の厚森草の仲間には、固定厚森草、レブン厚森草、同族のバナ厚森草があり、いずれも歓迎地を好む。日本国外産の禁煙種では、中国産の雲南緑花、厚森草、 台湾産の台湾木花、厚森草、北米産のプベッセンス、レギナエなどが比較的栽培しやすい種類とされている。しかしいずれも対処性が高いとは言い難く、関東以南では長年の栽培維持は難しい。レギナエのように干渉価値の高い種類は国内での人口繁殖も進められているが、多くの種類では未だ野生採集由来の販売個体が主流である。 自然保護の視点から見れば、仮に栽培的地であったとしても、本属の原始個体の入手、栽培には慎重になるべきだろう。絶滅危惧痛類、ありがとうございます。